堺フェニックスサッカークラブは、福井県堺市を本拠地とする社会人、サッカークラブである。1979年に、旧丸岡町をホームタウンとする、丸岡クラブとして創設され、福井県、サッカーリーグ2部に参戦する。1982年に、福井県2部を制して、翌年からの福井県1部へ昇格を決めるが、福井県1部での最高順位は4位でありほぼ、 毎年中介争いに飲み込まれていた。しかし1992年に福井県一部で優勝2回を誇る福井フェニックスクラブと合併し、丸岡フェニックスサッカークラブへ解消すると、1993年から2004年までに優勝8回、2位3回、3位1回の競合となり、2005年に福井県一部9回目の優勝を達成、同年より創設された。 北信越チャレンジリーグも生死初の北信越フットボールリーグ2部昇格を決めた。初参戦となった北信越2部だが、当初は6位や7位となり北信越チャレンジリーグ2クラブとの入れ替え戦に回ることが多かったが、2013年に2位となり北信越1部に初昇格した。また、2012年にクラブ名を堺フェニックスサッカークラブへ改称し、 クラブカラーもそれまでの園児色からピンクに変更した。初参戦となった北新越一部では、リーグ最多失点を起死し1年で北新越二部へ降格したが、2015年に北新越二部で2位となり1年で北新越一部へ復帰し、現在に至る。ありがとうございます。